ったりとかしたりしています。相性がいいのは同じ色同士です。同じ色同士です。なんだけど赤だけはあくまでも一匹狼です。黄色は黄色なりに黄色だけで集まるとキャーバーバーってなってるよね。それはそれで楽しそう。緑も落ち着いて、うんうんうん、青もやっぱり同じことが目的で知りたいから怖いっていうところでそれを検証しよう。でも赤だけはやっぱりちょっとぶつかり合っちゃう。どっちがより赤なのみたいなのをこう見合っちゃうっていうところがあって、より赤が強い人がこうちょっと頭角を現していくと。でそれ以外の人は別の色に散っていくっていうところもあるかもしれないです。もうちょっとだけじゃあしゃべるね。赤と黄色と青と緑とこうディメンションに分けると、赤や黄色が欲しいものはスピードです。スピードです。なので赤や黄色の傾向が強い人の口癖はとりあえず、とりあえずやってみよう。それに対して青や緑の傾向が強い人は正確さです。なので欲しいものはちゃんとなのです。なので何か物事を起こすときに赤や黄色の傾向が強い人がまず声を出します。とりあえず飯でも食ってから考えようぞなんていう。そうすると青や緑の傾向が高い人や、いやいやちょっと待って、ちゃんとまず計画立ててからご飯行くなりしようよって言うと、いやそんなことしてたらめっちゃ時間かかっちゃう、とりあえず喋りながら決めていったらいいじゃんなんていう風に、まあ欲しい目的が違うのでぶつかることが多い。縦に割ると黄色や緑が欲しい人、黄色や緑の強い人が欲しいものは人間関係です。人と仲良く、つながり。それに対して青や赤が強い人は成果、結果が欲しいです。なのでさっきと同じように何か物事を決めるときに赤や青の傾向が強い人は何を決めるっていうことを、まあ頭に置いて決めるんだけど、なのでこの人とこの人とこの人を巻き込めば、まあこのプロジェクトはうまくいくんじゃないかっていうふうに考える。それに対して黄色や緑の高い多い人が考えるのは、ねえねえねえ誰々さん誰々さん誰々さんねえ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 何する何する、何が先行しない。なので赤や青の強い人から黄色や緑の強い人を見ると仲良しごっこしてるように見られちゃう。仲良くしたって何も埋めないじゃんと思う。一方黄色や緑の強い人が赤や青の強い人を見るとなんとなく冷たいというか、人を人としてちょっと見てないというか、もっと仲良くやればいいのに、もっとつながり作ってやればいいのにって思ってもちょっとなんかね冷たく見えるっていうのがあります。斜めの関係はぶつかりやすいです。黄色から青を見ると青の傾向が強い人は黄色にとっては面倒くさい人です。黄色い人がこう言います。ねえねえねえ、なんかさ今日いい天気だしなんか面白いことやろうぜって言うと、青い人が言います。じゃあなんかって何、っていうかさ今時間ないでしょ、今これから考えたあと1時間くらいしかないし、それでディズニーランドは絶対無理でしょって言ったら、黄色い人が、そのなんかいいじゃん、なんかじゃ別に何でもいいからなんか楽しいことやろうって、なんかだから何みたいな感じでこうちょっと青から黄色を見ると、ちょっとおバカさんみたいに見えちゃうので、ぶつかり合う。黄色と青の共通点は自分が好き、
ではない。一方赤や緑の人は主従関係になります。赤が強い人が緑を従わせる感じになっちゃいます。ほらやろうぜって言うと、あ、それいいですね、やりましょう。で、どうやりますかって言った時に赤が自分の頭で考えるっていうね。出た時に黄色、緑の人にとったらそれは実は我慢して、しんどいことなんだけど、それに対して口答えもあまりしない部分があるかもしれません。でもそれをしない理由は赤も緑も共通点としては人のため、黄色や青の行動の起点は自分のために対して、赤や緑の強い人は自分のためではなく人のために行動することの方が多い。人を先に、だから支援するし、だからサポートしていくしっていうところになる。で、もう一回言います。人間全部持ってるんだけど、どういう状況でとか、どういう相手だからどの部分が変わってくるよっていうのを踏まえて、なんで今ここでやってるかっていうと、さっきのアジャジャとオジャジャを、違う、ジブリッシュ、ジブラッシュをやってもらうんですけど、ジブラッシュの王様役が何